皆さんこんにちは。ドラマや CM、映画などたくさんの場で活躍されている綾瀬はるかさん。一日一回ぐらいはテレビで見るのではないでしょうか。清楚なイメージのある綾瀬さんですが、実際はかなりのおてんば娘でした。グラビアと合わせて学生時代のエピソードなどご紹介していきたいと思います。綾瀬はるかさんのプロフィール。名前、綾瀬はるか。生年月日、1985年3月24日。身長、165センチ。血液型、B 型。出身地、広島県広島市。職業、女優。趣味、映画鑑賞。特技、スポーツ全般。所属事務所、ホリプロ。本名、タデマルアヤ。綾瀬はるかさんの小学校時代。1985年に広島県で生まれた綾瀬さん。実家は広島市の北部で代々農家を営んでおり、2014年の広島集中豪雨で被害を受けたとされています。家族構成は両親と1歳年上の兄の4人家族です。ちなみに1歳年上のお兄さんとはかなり似ています。お父さんは元会社員で50歳を過ぎて実家の農家を継いだことをバラエティ番組で明らかにしています。また父親は綾瀬さんを厳しく育てており、口答えをするとビンタが飛んできたほどだったそうです。また綾瀬さんが芸能界入りした後は実家では出演作品を見て必ず感想を連絡してくれるのですが、ダメ出しなどもされるそうです。ただ2019年にそのお父さんは肺がんで他界されています。子供の頃は非常におてんばな娘で、本人によれば男の子に混じって鬼ごっことか缶蹴りとかやって、だいたい膝に傷を作って帰ってくるような子だったそうです。出身小学校は広島市立川内小学校で、綾瀬さんのご実家から約900メートルの場所でした。子供の頃はよく転んで膝に怪我をして室内より外で遊ぶのが好きだった綾瀬さんですが、勉強もスポーツもよくできたとか。特にスポーツは万能だったらしく、校内マラソンでは毎年10位以内だったそうです。この頃の習い事はピアノ、ソロバン、生け花、公文式、空手、習字だったらしく、忙しい小学校時代を過ごしていたようです。小学5年生ぐらいまでの記憶があまりないという綾瀬さんですが、お父さんが仕事に行くときは毎回玄関先で見送る習慣があったことは覚えているそうです。ちなみにバラエティ番組の VS 嵐に出演した際には、小学生時代に書いたタイムカプセルの手紙がある日自宅に送られてきて、それを開くと当時の夢としてナオミ・キャンベルさんのマネージャーになりたいと書いてあったことを明らかにしています。マネージャーになることが夢と聞いて、スタジオは大爆笑だったようです。また当時は漫画好きで、ときめきトゥナイトや浦安鉄筋家族などを好んで読んでいたそうです。中学時代、綾瀬さんの出身中学校は地元広島市の公立校の城南中学校です。中学時代もバスケットボール部に所属するなど、スポーツ好きの一面を見せています。また、バスケ部時代のエピソードについて、次のようにインタビューで語っています。学生時代はバスケットボール部だったんです。男子の先輩で、かっこよくて人気のある人がいて、練習をしていても、その先輩がシュートを決める姿をチラ見していました。中学の頃はバスケットボール部に入っていて、スラムダンクが愛読書でした。男子が隣のコートで練習し始めると、みんな自然と声が大きくなったり、やる気が出てきちゃったりして。ところが綾瀬さんは関口宏のフレンドパーク2018に出演した際に、バスケ部時代の3年間はルールがよくわからないまま部活動を続けていたことを明らかにしています。とりあえず落ちてくるボールをシュートを打つ人にパスをするっていうことに使命感を持っていて、とにかくパスを渡すっていうのをやってたので、すごくルールに詳しくなくてもやっていけた。
さらにこの際には、ルールを覚えようとする気はなかった?との質問に対しては、そうですね、と笑顔で答え、まあまあ知っていれば大丈夫、とコメントし、スタジオの出演者たちを笑わせています。天然で知られる綾瀬さんならではのエピソードですね。また当時は、校内でも有数の俊足で、長距離走も得意だったことから、中学3年生の時に、陸上部が駅伝の中国大会に出場した際には、陸上部の監督にスカウトされて、急遽メンバー入りして出場しています。なお、中学生時代も芸能界に興味はなく、当時の夢はパティシエかスチュワーデスになりたいと思っていたそうです。高校時代。そんな中学時代を経て、綾瀬さんは広島県の共学の県立校である祇園北高校に入学します。この高校は1983年設立の比較的新しい高校ですが、地元では進学校として知られています。綾瀬さんは入学後に陸上部に所属し、ハードルや長距離走を担当していました。中学時代に駅伝大会に出場するなど、長距離ランナーとしての才能も見せ始めていたので、高校では陸上部に在籍しています。また、祇園北高校での生活を宝物のような思い出としており、高校時代を次のように回想しています。朝は先生が校門にバーッと立ってて、遅刻すると1週間のトイレ掃除、携帯が見つかったら1週間没収、厳しい校則生活がいかにも学生って感じで大好きだった。合唱祭に向けてクラス全員で優勝するぞって猛練習したり、すっごい熱い高校でした。そして高校1年生の2000年にホリプロスカウトキャラバンで入賞したことで芸能界入りしています。ただし、スカウトキャラバンでは、綾瀬さんは審査員特別賞で、グランプリには元タレントの藤本綾さんが輝いています。しかし当時は、特に芸能界への憧れなどはなく、スカウトキャラバンに応募したきっかけは、友達に誘われたからで、部活をサボれる口実のためで、会場へも可愛い子たちを見学するノリで向かったそうです。また、最終審査での特技の披露も、やることがなかったので、当時学校で流行っていたうさぎのモノマネをしていますが、それでも審査員特別賞を受賞しています。このあたりにも、あまり本気度を感じられませんが、その時披露したうさぎのモノマネは、バラエティ番組でも何度か見せています。ちなみに両親は、芸能界入りに大反対していたため、受賞の瞬間に、会場にいたお母さんはショックで泣き出してしまったというエピソードも残っています。そのため通常ならば半年程度で上京するところを1年半も家族会議を重ねて、とりあえず3年ということで親の許しをもらって高校2年生の夏に上京しています。上京前日には合唱祭に出ることができない綾瀬さんのためにクラスの男子生徒たちが歌で送り出してくれたというエピソードも明らかにしており、歌詞の君のためにって部分を私の名前に変えてハモってくれて、もう号泣でした、と語っています。上京後は堀越高校のトレイトコースに編入しています。堀越高校では、生田斗真さんや尾上松也さん、橋本真奈美さんと同級生だったそうで、東京の高校に転入したんですけど、広島の高校とは全然違う雰囲気でびっくりしたことをよく覚えています。と、学校の雰囲気の違いに驚いたそうです。高校時代は主にグラビアでの仕事がメインで、綾瀬さんはこのあたりについては、取材では誰かが喋ってくれるからいいや、なんて人任せで、広島にいた時は有名なグラビア雑誌も知らなかった。ビキニの撮影で、私エロいことさせられてるって恥ずかしくって。あとは事務所に言われたオーディションを受けてドラマにちょっと出たり。自分が何をやりたいのかわからないとりあえず3年はすごく長かった。とインタビューで語っています。ちなみに綾瀬さんは現在は本名を非公表にしていますが、デビュー当初は
タデマルアヤという本名で活動していました。デビューした高校2年生の時に、ヤングジャンプの誌上で芸名を公募して、綾瀬はるかになっています。さらに綾瀬さんは、高校3年生の時に、ビューティーコロシアムに出演して、公開ダイエットに挑戦しています。仕事のストレスから、デビューから1年間で7キロも太ってしまったのですが、出演の際には、51キロまで痩せられなかったら芸能界を辞めて田舎に帰るとまで言い放っています。後半戦ではリバウンドに苦しみますが、1ヶ月と3週間で8キロ以上のダイエットに成功しており、意志の強さも見せています。さらには綾瀬さんは高校3年生の時には東海テレビのローカル番組コスモエンジェルに出演しています。この番組は架空の星コスモ星の5人のエンジェルたちが地球とコスモ星を救うためにメイド喫茶でアルバイトをしながら地球の人々の悩みを解決していくという設定ですが、内容的には椅子取りゲームやビーチフラッグをやったりするものでした。デビュー間もない綾瀬さんや小倉優子さんらが出演していましたが、体当たりのキャラクターで人気を博しています。なお現在は日本を代表する人気女優となった綾瀬さんですが、高校時代はタレントやグラビアアイドルでの活動がメインで、女優としてはデビュー作の金田一少年の事件簿のほか、3作程度のスポット出演にとどまっています。このように高校時代はタレントやグラビアアイドルの仕事がメインだったこともあって、雑誌などではアイドルと紹介されたこともあったほどです。大学時代、綾瀬さんは高校卒業後、帝京大学短期大学に進学します。この短大は帝京大学の八王子キャンパス内に併設してある短大で、部活動やクラブ活動は帝京大学と合同して行われています。また、学業の成績が優秀であれば、卒業後に帝京大学の3年次に編入が可能です。当時の綾瀬さんはグラビアアイドルとしての活動に加え、連ドラでも初のレギュラーに抜擢された中での進学でした。通っていた高校のレベルを考えると、4年制大学にも進学可能な学力はあったと思われますが、高校時代から芸能活動が多忙だったことから短期大学への進学となりました。しかし、短大に入学した年に、草なぎ剛さん主演の僕の生きる道で連続ドラマに初めてレギュラーとして起用されており、女優活動が軌道に乗ってきた頃です。またグラビアアイドルとしても精力的に活動していた時期だったので、結局はこの短大は中退してしまっています。加えて綾瀬さんの短大時代の情報はほとんどないことから、ほとんど通えずに中退、あるいは早い段階で中退したものと思われます。なお綾瀬さんは19歳の時に出演した連続ドラマ世界の中心で愛を叫ぶで山田孝之さんの相手役を好演し、人気女優の仲間入りを果たしています。以降はご存知の通り、数々の話題作の連続ドラマや映画の主役に起用されています。また多くの CM にも起用されています。今や国民的女優の一人になった綾瀬はるかさんですが、性格は真面目で、演技に対しても真摯に向き合うことから、スタッフや関係者からも評価は高いそうです。さらに天然な一面もあり、そんな部分もみんなから愛される理由かもしれませんね。今後も日本のドラマや映画などで欠かせない女優さんですので、これからのさらなる飛躍に期待ですね。